バランスボールの上につま先を広げて立ちます。つま先重心、かかと重心を交互に繰り返します。なるべくゆっくりと行い、股関節と膝は曲げないように、お尻の筋肉と内太ももの筋肉に力を入れて踏ん張りましょう。お尻の筋肉と太ももの筋肉は人体の中でもとても大事な筋肉です。岡崎整骨院ではこのようなトレーニングの体験もできます。ご興味ある方はぜひ当院まで体験に来てくださいね。しっかり鍛えて美尻と美脚になりましょう。